フェリーの料理は取ったんだよ、ちゃんと。うん、ずっと付けといて。はい、おはようございます。おはようございます。本日は2020年1月31日、はい、ただいまの時刻は午前6時53分。はい、僕ら今ね対馬に行ってもらいました。はい、お左に斜め左方向です。東横インの看板がアーチンできますね。うん、こっちか、こっちかな。今のは何、下だったかも。その先に見るのね。ああ、同じルートかな。見事はこっちだ、逆でした。起きて数分で、まあ今日はまだ時間なくて、ここの宿坊じゃん。ああ、まもなく右方向です。その先300メートル先右方向です。さらに分岐が続きます。右方向です。およそ300メートル先、右方向です。地元のおじちゃんたちも後で言ってたと思うよ。まもなく右方向です。その先、左方向です。その時何も言えなかったけど、その後さ、右方向です。あ、モスバーがあるんだ。へぇ、このお家が入ってます。お前が間違えた。だからかな。まもなく左方向です。その先目的地付近です。左方向です。入れるか。あ、一本こっちだった。ファミマの駐車場もあれある。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。あ、違うな。あれ、何の駐車場、もしかしてあれ、じゃあこれ、ちょっと一般の用事があってきたんですよ。じゃあダム行っちゃう。駐車場奥にもな、なさそうだね。あれ、普通に駐車場あんのかなと思ったらないんだね。もう入れなくていいの。はい、入れるけど、ここは邪魔じゃないですか。邪魔かな、通りなくても。ここは、右？左ですね。国道だよ、左は。ああ。左の、あ、ここだ、言ったところ。どっち行く？右？なんか駐車場ないから行くとしたら、周辺のなんか有料駐車場止めてなんだって、うん、もう結構大きい神社だって書いてあった、うん、なんか駐車してる。うん、管理者の
せんかも。小浦ダム。沿いだよ、道なりだよ。確かにさっき。写真撮れるね。撮るのにさ。左？これなんですか？
あ、書いてあるんだ。およそ300メートル先、右方向です。まっすぐでね。なんか、ナースヘッドに来た。父は朝一で来たよね。近いんだもん。この時間にあの、ほら、観光センターだって、もう空いてないよね。